どうもこんにちは、フルです。今回は DLC 第2弾冠の雪原で全地方の全伝説ポケモンが解禁され、 GTS や交換掲示板等で伝説のポケモン交換してもらったんだけど、これアウトかなみたいな、改造かなみたいな、まあそういう質問が飛び交うことになると思うので、様々なアウトっぽいけどセーフなポケモンやセーフっぽいけどアウトなポケモン3種、それとは別に見分け方などを紹介します。なおこの動画は10月22日に撮っているものなので、冠の雪原のダイマックスアドベンチャーや特性パッチの細かな仕様によってはまた話が異なってくる場合もあるので、その場合は詳細欄やコメント欄で書いておきます。それではまず1つ目、はい、今ご覧いただいている4体セーフでしょうかアウトでしょうか。はい、正解はセーフ、アウト、セーフ、アウト、アウト、セーフです。これはレベル1だけどセーフです。というのも、実はディアルガ、パルキア、ギラティナに関しては HGSS で信徒の遺跡に映画館アルセウスを連れていくことでレベル1の正規個体が手に入るイベントがあります。しかも粘れば色違いを手に入れることも可能です。ただこれは捕獲イベントではなく、選択後気づいたら手持ちに入ってるっていうシステムなので、ボールを選ぶことはできません。よってさっきのパルキアはアウトでした。これならセーフになります。そして同じダイヤモンド、パール、プラチナの純伝説枠であるヒードランとクレセリアはレベル1の入手方法はないんですが、それらと同列扱いのはずのレジギガスにはなぜか存在します。プラチナ版でね、なぜか手頃になって新登場します。しかもこれは捕獲のイベントとしてなので、好きなボール、カッココンペやサファリ、プレシャスを除くものに入れることができます。続いてこちら、はい、静電気サンダーですね。対戦勢なら喉から手が出るほど欲しいこの1匹、過去にポケモンスクラップというサービスで配布されたものとバーチャルコンソールさんというものがあります。政府個体の特徴は、スクラップさんの場合は親がスクラップで ID がこちらで、レベルが70以上、レベル70の状態で配布されたのでレベル50のものなどは存在しません。そしてプレシャスボールに入っている。続いて政府個体のもので、 VC さんのものというのは親名は自由、自由っていうのはね、 TN が自由なわけじゃなくてフリーで決めることができる。そしてモンスターボールに入っている。 VC から連れてきたポケモンっていうのはみんなモンスターボールに入っているので、このサンダーも例外なくそういう仕様になります。3つ目が VC マークというものがついている。バーチャルコンソールから連れてきたポケモンっていうのはこういうバーチャルコンソールマークがついています。ウルトラサンムーンで全ての純伝説伝説ポケモンを捕まえることができるんですが、そちらのウルトラホール個体っていうのは通常特性なので、もしねサンムーンから来た個体で夢特性ってなると、まあ、それは疑った方がいいというか、もうアウト、現状だとアウト、まあ、特性パッチの使用次第ではセーフかもねっていう感じです。色違いのカップシリーズ、今ご覧いただいている個体はじゃあセーフでしょうかアウトでしょうか。正解はアウトになります。色違いのカップを見分けるには、親名がその島の名前、カップシリーズが元々住んでいる島の名前がね、親名になっています。そして、プレシャスボール入りの個体しか存在しない、ということになります。それぞれこんな感じ。はい、これ以外の配布個体っていうのは現状は存在してません。親やボールがおかしければ一発でアウトです。まあ、これもね、もし冠の雪原のダイマックスアドベンチャーで色違いが粘れるっていうのであれば、事情も変わってくるんですが、まあ、そうでなかった場合はこれはもう一発アウトという形になります。はい、特に代表的な3種類っていうのを紹介しましたが、このままねしらみつぶし的に配信ポケモンについて紹介していくと何十時間にもなってしまうので、自分で改造かどうかを見極めるコツをお伝えします。配布ポケモンの場合には、まずポケモンの名前と親名、まあ、もしくは ID で普通に Google とかで検索します。例えばディアルガスペースデセルシティとか、ミュースペース波動とかで、閲覧する順番、優先順位としては、1ポケモンウィキ、2ニュースサイトや個人ブログ、3知恵袋、4ツイッター、5、どうしてもなかった場合はここのコメント欄で聞いてみる、まあ、この順番ですね。まず大前提で公式の情報が見れれば、まあそりゃもちろん一番いいんですが、公式ちゃん公式さんがどんどん情報古いものから消しちゃっていて、残ってるものが少ないんですね。もうサンムーンのものもほとんど残ってなくて、なので、まあ、その代替としてこういった有志がまとめてるものを使っていきます。で、1のポケモンウィキ、まあ、これも非公式なんですが、ここで代替の配布ポケモンのデータ揃ってます。このポケモンウィキで分からなかったとか情報が足りなかったという時は、公式情報を改めてまとめ直したような2攻略サイトや個人ブログ、こういったものに記録されていることが多いです。特に昔なんかだとね、個人ブログに
こういうポケモン受け取ってきましたよみたいな日記的な感じで写真付きでやってる人もたくさんいるので、こちらを確認します。で3と4は一気にちょっと信頼度は落ちてしまうんですが、といっても丸1にもね誰でも編集できるものであるんですが、いくつかの情報を照らし合わせて僕だったら探します。例えば知恵袋で同じことを言ってる人が3人いるから、あ、これは正しい情報として認識していいんだなみたいな、そういう感じで、でまあそれでもまあ、ここまでやれば大抵どっかで引っかかってどっかで見つかるんですが、まあ、それでもどうしても見つからなかった場合、ここのコメント欄でまあこういう答えなんですがって聞いていただければ、まあ、僕ウプ主フルか、まあ、もしくは別のこの動画を見た人がコメントで返信で教えてくれるかもしれないので、まあ、ぜひ試してみてください。はい、最後におまけみたいな感じで伝える形になるんですが、配布だろうが配布じゃなかろうが、まあ 6V 色違いとか理想個体とかはもう肌から決めつけちゃっていいと思います。もうこれ改造だって、まあそんくらいそんな美味しい話は基本的にないので、僕だったら逃がします。それはただ、まあ、最後に決めるのはそのポケモンを持ってるあなたなので、まあ、僕の動画の話をもとに逃がしたけどやっぱり後悔してるからふざけんなみたいなそういうやつあたりとかはなしで、自分の責任で判断をしてみてください。はい、今後もポケモンに役立つ情報やレート対戦の動画を上げていくので、もし動画が良ければ登録してください。まあ、良くなくてもそのうちね良くなるかもしれないので登録してください。はい、じゃあフルでした。ありがとうございました。